平織につきましては、曲げの神門を検知することが可能です。オシロスコープが出てまいりますけれども、曲げは上に凸の神門が出ます。そして伸ばしは下に神門があります。ここの部分になりますけれども、曲げが上ですね。伸ばしが下、上、伸ばし下、曲げ上というような形で、平織の曲げの動きが検知できます。一方、サテンの方ですけれども、サテンは逆にねじりを検知することが可能になります。でこれも今度は左側が上に凸の信号、そして右ねじりが下の凸信号になります。今度はこちらからこう出てくるようになりますけれども、右が上ですね。上、下。ここで上に出ます。右にねじって下に出ます。で左にねじってまた上に出ます。まあ、こういったように検出されまして、この検出、これを検出